ちょっとだけね。もうけいちゃんが来る頃にはスコーンって言われてましたけど、はい、あれ、ラジモイちゃんの向こうになんか赤い人いはんねんけど。そうやね、今日な、浴衣のはずやねんけど、なんか一人だけ来ないんだよな。そうやね、みんなで浴衣にしような、浴衣のみんな。一人だけ浮いております、神戸のワクワクロックンロールバンド渡辺フラーのボーカル熊谷達郎でーす。イエーイ、熊ちゃん。聞いてないで、そんなん言うてくれんと。ああ、え、でも結構1ヶ月前ぐらいから決まってた。え、知れやん。えらい人に言われてた。そう、えらい人に言われてた。そう、BGM でかすぎて何言ってるか全然聞こえない。BGM がでかすぎて何を言ってるのかも。優しい心遣いが今、はい、スーッと下がりましたけども、くまちゃんの自己紹介もね、お届けしたので、はい、私たちも改めてご挨拶させていただきましょう。はい、海の見える放送局ラジオ関西で日曜日の夜11時30分からいまいち燃えないラジオをお届けしております。まずは私、パーソナリティのけいちゃんと申します。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。同じく、いまいち燃えないラジオのパーソナリティを務めてます、ラジモエです。よろしくお願いします。ラジモエちゃん、ラジモエちゃん、腕出すぎですよ。出す場所間違ってますけど、なんかちょっと遠山の金さんみたいになってましたけど、ね、あ、出てた、出たよ、出たよ、言って、ね、僕だけ番組のこと言うの忘れてるから言っていいですか。あ、いらないです。ラジオ関西 CRK ビーチ K2 火曜日、なんと神戸のワクワクロックンロールバンド渡辺フラーのボーカル熊谷達郎です。いや、ちょうど音楽やむっていうね。悪意のある近藤さんが今日悪意。いや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 、いやいや。さあ、港祭り、はい、こちらのね、大きなステージで、はい、今一燃えないライブをお届けするんですけど、はい、どんな方々が登場するか、ラジモエちゃん知ってますか。全く燃えないラジオに出ててくれた人やろ。一人だけ違うと人おるけど。ややこしいんですよ、そういうの。そういう注釈入れるとややこしくなりますから。ラジオ番組がありまして、はい、そうそうそう、私たちのね、ラジオ番組にゲストで出演する、はい、してくれてさってくださってたアーティストの皆さんは、神戸を中心に関西で活躍する、そうそう、そしてこれからどんどんと世界に、世の中に羽ばたいていくであろう、そんな素敵なアーティストの皆さんにゲストに登場していただいてまして、はい、今回はそのラジオで紹介した素敵なアーティストの中から6組の皆さんがこちらのステージを彩ってくださるという流れになっていますので、ラジオを聞いてそのアーティストを好きになったという方も、今日のステージを見て初めて好きになるという方もいらっしゃると思いますが、関西で活躍しているアーティストがどんどん登場するのでね、名前と音楽と覚えて帰っていただきたいと思います。なんで僕だけトークゲストなんですか。僕もバンド出てたらよろしいやん。え、なんかさ、トークゲスト言うてんのにさ、MC として出てきた。そうなんですよ、だいたいそれもおかしな話なんですよ。最初トークゲストで出てようと思ったけど、くまちゃんが出たら尺使うからって、じゃあ最初から出しとけみたいな。厄介ばあやか、呼びなさんな、もう。そんなもう、いらんのかい、いるんかい。いる、いる、いるんかい。ちょっと投げやりな、いる、いるっていうのがね、入りましたけども、はい、さあ、後ろでセッティング始まっていますけども、はい、今回のライブは、はい、ライブ演奏と演奏の合間に、アーティストの皆さんと様々なトークを繰り広げます。その間にね、生々しくこのようにセッティングと、あと音も鳴ったりしますけれども、それも臨場感やと思って。普通見れないですからね。なんかないけど、公開リハーサルです、ね、ついさっきリハーサルしてましたからね。すごい、すごい、太ってるのにピアノ綺麗や。失礼なこと、いいな。だって見て、顔気持ち悪いですよ、ほら、顔気持ち悪い。ピアノ綺麗。ガッツボーイズさん、実は前回のゲストに登場してくださらなかった方のガッツボーイ。そうそう、なかったもん。ピストン平尾さんとね、あちらのガッツボーイさんは全然ガッツがないという話だったのでね。渡辺さん、なんか顔ちゃいません。なんか前と顔違いますよ。ガッツある方です。前はガッツなかったんですね。全くなかった。今日はガッツ持ってこの港祭りやってくれ、来てもらいましたね。はい、はい、ぜひぜひそのガッツで、はい、トップバッターを務めていただきたいと思います、はい、それではいまいち燃えないライブ in 港祭り、トップバッターのアーティストをラジマイちゃんから紹介していただきましょう。はい、では行ってもらいましょう。ピストン平尾とガッツボーイズさんです、どうぞ。
ガッツボーイズです。どうも改めまして、どうもね、ピストン平尾ですよ。どうもピストン平尾ですよ。とガッツとボーイズですよ。
アホとデブがガッツとボーイズです。どうも、ピストン平はですね、今年4月にですね、カミング神戸のっていうイベントのね企画で、あのカミングライダーっつってね、あの盛岡、東北の盛岡市からですね神戸市まで自転車で3週間走って帰るという過酷な試練を与えられまして、無事にゴールしました。ありがとうございます。その時のあのテーマ曲を聞いてもらいたいと思います。終わらない始まり。盛岡から神戸まで走りました。頑張れって。誰も応援してくれへんかった。あ、応援してくれた、応援してくれた、めっちゃごめんごめん、応援してくれました。はい、じゃあですね、ピストン平本ガッツボーイズ最後の曲になりましたね。あのもうなんか濃いやん今の。何やったそれは。最後の曲になりましたの、まあな。まあな、そうそうそう、っていうやつな。けど素敵なアーティストがもっといっぱい出るからね、みんな楽しんでいこうね。こんなん言うたんやろ。
もう一丁、もう一丁いこう、もう一丁。素敵なアーティストがこれからも、素敵なアーティストがいっぱい出るから、花火が上がって、花火が散るまでみんな帰ったらあかんで。こんなんでいいやろ。ほんで、いっぱいほら、靴の開きとか、俺の地元にもある靴の開き、辰野市ね。おー、おー、おい、僕、辰野市、辰野市、靴の開きめっちゃ安い。水が安いねんな。靴じゃないで、水が安いねんで。靴も安い。安い、安い。靴も安い。靴も安い。これ、靴の開きで買ったやつ。これ、靴の開きで買ったやんで。辰野のね。じゃあ、私、こう見えても結婚しております。そして、この人もこう見えても結婚しております。そしてこの人は今日なんかプロポーズするみたいです、彼女に。イエーイ。ということでね、プロポーズに最適な愛ソングを聴いてください。僕もこの曲でプロポーズしました。みんなもこの曲でプロポーズしてください。ピストになるとガッツボイでした。ありがとうございました。エンドロールです。だけを思って
ありがとうございます。今一番いないライブイン港祭りトップバッターを務めていただきましたピストン平尾とガッツボーイズに今一度大きな拍手を送りください。よっよっ夕暮れの感じが良かったですね。めっちゃいい感じだったね。の靴の開きビーキも僕結構好きです。いいなと思います。ねえ、ちょうど音楽が進むにつれて過ごしやすく、最前列もね、さっきまでこうしてた人もね涼しくなってきたと思いますけれども、さて、いまいちもいないライブ in 港祭りは、海の見える放送局ラジオ関西で日曜日夜11時30分からお届けしている番組、いまいち燃えないラジオから飛び出したステージイベントとなっております。お届けする MC は、番組のメイン MC を務めております私ケイちゃんとラジマイです。よろしくお願いします。僕の紹介もしてください。そして番組には全く関係ないけれども割と仲良しなこの方が一緒に MC を務めてくれますよ。神戸のワクワクロックンロールバンド渡辺フラワーのボーカル熊谷達郎です。イエイイエイ。もうね、みんなの拍手ちょっとワンテンポためるのやめてもらって普通に拍手してもらって。どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうもいらないですか僕。いや大丈夫です、大丈夫です。前来てください、いるかいらんが出たらいります。いるんですか。ありがとうございます。どうも皆さん、ピストン平尾です。イエーイ。なんでそんな、なんでそんなポップなふりするんですか。いやいやいや、ちょっとね、あのお祭りなんで。お祭りです。フェスティバル、すごいですね。今日遅刻してきたやんな。なんて神声やん。今日遅刻してきたやんな。ちょっとね、遅刻したいですよ皆さん。気をつけてください、遅刻はダメですよ。遅刻ダメ、遅刻は本当に。遅刻に拍手で逆にお客さんに突っ込んでしまいますがな。まあ遅刻優しいですよ、はい、今日ちょっとね、まあ道路も混んでいましたけれども、はい、何を睨んでるんですか。大丈夫、靴の開きすごいな。これ開きで、これ開きで買いましたよ、開きで。はーい、靴の開きさん、安い、喜んではるわ。はい、喜んではるわ。安い、うまい、早い、靴の開き、よろしくお願いします。安い、うまい、早い、靴の開き、はちょっとよくわかんない。客席左手、後方にて靴の開きが営業中でございますので、どうぞよろしくお願いいたします、はい、客席がね、どんどん広がっておりますけれども、はい、ピストン平尾さん、トップバッター務めましたけど、いかがでしたか。いや、楽しかったです。もういい風が吹いて、いいですね、神戸って。神戸はね、浜風がね、はい、吹き始めましたね。あれ、どこで活動されてるんでしたっけ。神戸です。お家どこですか。お住まいは。あ、お住まい辰野市です。辰野市言ってましたよね。はい、靴の開きがある辰野市です。言ってましたよね。はい、そうです。辰野市から来ました。すいません、どうも。ピストン平尾です。今から辰野市まで帰ります。ご結婚されてるってことですか。探してます。子供も2歳です。子供いはんの。子供います。こんなお父ちゃん。はい。めっちゃいいですよ。今日だから曲の中にプロポーズする時の曲もあったし、そうです、子供が生まれた時の曲もあって、そうですね。あの、ピストン平尾さんは実体験で全て曲をね。ずってこえへんねんな、曲が。あ、そうそうそう、なんか、うんって落ちてくるわけではなくて、日常の中から曲をね。才能はゼロなんで僕。そんなことない。才能はゼロなんで。ノンフィクションしか書けないっていう。それも立派な才能ですよね。そうですよね。自分のね、さらけ出してというか。ね、正直に書いてはるってことでしょ。めっちゃフォローしてくれる。よく言えばね。めっちゃフォローしてくれます、ね。いや、フォローします。すみません。なんかそんな、なんか、ね、あんまりその暗い空気になってもよくないから。いや、まあいいんちゃいます。僕なんかもうほんまにね、あの、唾吐いてください。なんでそんなこと言うんですか。あのね、神戸はそんな人いません。いない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 。まあいいんですけどね。あれ、ピスト平尾さん、はい、ガッツとボーイズさん、ほんまや、どちらがいいかったんですか。今日プロポーズする人いませんよ。今日プロポーズする人いないじゃないですか。あの、ふくよかな人。ふくよかな人。ふくよかな人。あの、顔でピアノ演奏するタイプの人。はい、あの、多分プロポーズしに、プロポーズするの、アキラって言うんですよ。カラファーって言うんですよ。なんでプロポーズ、アキラプロポーズするの今日。マジで、マジで。どこ彼女いる。彼女誰、手挙げて。いない。あの、あそこいっぱいおった。いっぱいおったの。大丈夫か、アキラ。大丈夫か。いっぱいおったけど。ちょっと待っててくださいね、喋り終わったら行けますから、ね、順番にプロポーズします。順番に一番の人もうプロポーズの言葉とかも
決めてはるんですか？なんて言う、なんて言う、なんて言う。おばちゃんみたいなやめてよ。みんな思ってる、みんな今おばちゃんになってるの。そうそう、みんな好きだよ。そんなもん言わんでしょ。え、くまちゃんなんて言ったんですか？え、みほみほ、くまちゃんなんて言った？やめろって。彼のためやん。そうや、教えて、先輩としてな。教えて、教えて、先輩。学校でしゃぶろうや、それ。お互いのためにも。お互いのためにも。はい、じゃあね、プロポーズの言葉をマイクではなく、はい、直接一中の。いや、ピストン平尾さんの話したい。今後の活動とかあるでしょ？今後の活動一切ないです。ないんかい。振った僕がアホでした。真っ白です。誰か仕事ください。お願いします。ピストン平尾とガッツボーイズさん、今後の活動は、はい、今日の夜のプロポーズということでね、はい、これからの活動はまたぜひ探してもらって応援していただきたいと思います。はい、はい、それではトップバッターを務めていただきました、ピストン平尾とガッツボーイズさん、大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。プロポーズいいな、こういう意思な、こういう意思ですね。プロポーズされたい？されたい。なん、どんな風にされたいの？夕日をバックに。今やん。今やん。夕日をバックに。夕日をバックに。赤いブレザーを着て。赤いブレザー着て。着て、なんて言うの？なんで僕が言わない？なんで僕が言わない？